本恵美香です。さあ始まりましたペット図鑑、大好きなペットと暮らしたい、そんな皆さんの感想にしてもらえるよう、私がいろいろなペットを調査紹介していきます。それでは早速行ってきます。今回もお邪魔したのは静岡市駿河区にあるズースクエア静岡。広い店内にはワンちゃん、猫ちゃんのほか小動物や爬虫類などおよそ500種類の生き物を扱っています。現在ワンちゃん、猫ちゃんを飼っている方向けに特典盛りだくさんのペット会員を大募集中です。ここからはズースケア静岡店の小野寺さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、いや私今回、はい、この柵の中に入っているんですが、はい、何を紹介していただけるんですか。はい、今日は特別にですね岩田さんには、まあ、中に入っていただいているわけなんですけども、はい、今回ですね猛禽類、うん、まあ、こちらがこのハズクなんですけども、笑いカワセミとかね、まあ、いるんですけども、はい、まあ、こういった小型のフクロウなどね、まあ、大型種のミミズクとかもそうなんですけど、まあ、総称して猛禽類っていうくくりになるんですけども、まあ、近年ねブームもあってだいぶ猛禽類を飼ってみるとか猛禽カフェとかっていうのも、まあ、流行っておりましてですね、まあ、より身近な動物になってきたのかなと思っております。なるほど、はい、では、はい、飼育できるということなので、この基本的な飼育方法っていうのをまずは教えていただけますか。はい、まあ、鳥さんねインコとかを飼われているお客さんは多いかと思うんですけども、まあ、猛禽類じゃあ実際どうやって飼うのかなってところで、まずケージには入れません。木に、まあ、くくりつけるじゃないですけど、このような状況で、まあ、飼育を行っていくわけですね。はい、あ、飛んでかないように紐でくくりつけて、はい、こういったパーチというのがありまして、こういったところに巣をつけるというところが、まあ、基本にはなります。確かにこれなら飛んでかなそうで、そうですね、安心ですね。はい、あとなんかちょっと見てると、はい、爪が結構鋭いんですけど、はい、この子たちはこの爪の管理とかっていうのもしなきゃですかね。はい、まあ、しっかり切ってあげること、あとくちばしの手入れをしてあげるっていうところも、飼育を長くしていくためには必要にはなりますので、まあ、そこも私たちの方で声かけていただければ行えることもありますので。はい、はい、あとはやっぱ重要なのって餌ですよね。そうですね。何を食べますか。はい、まあ、この子たちですね今ひよこを与えております。ひよこ、はい、うん、で冷凍のひよこを解凍して与えるわけなんですけども、うん、どうだろうこの大きさでですね、まあ、1日1羽ぐらいを目安に与えておりますね。 あとお水とかって飲みますか。お水飲みますよ。飲みますけどもね、ワンちゃんみたいに置いといて飲むとか、うん、小動物みたいにボトルで、飲むとかっていうことはしないので、え、基本的には、はい、霧吹きでね顔にかけてあげるですよ。じゃあもうビショビショってなるんですけど。そうなんですか。まあ、それでも OK なんですね。それでも喉が渇いてるときはガブ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 こうやってくちばしをやるんですよ。で、はい、かけてあげればくちばしで飲める。そう、こうやってわーって面白いですね。この子たちといえばよくハンドリングとか言うじゃないですか。はい、もちろんペットなのでできたりしますよね。はい、もちろんできます。はい、うん、どうですか実際に据えてみますか。いいんですか。はい、はい、あ、飛んだ。あ、結構羽が大きいですね。羽大きいんですよ。うん、まあ、ちょっと自分今手袋つけてないんですけども、本当つけてくださいね、はい、これね。はい、で、はい、ここに乗せていただくわけですけども、はい、乗せて、はい、紐は、あ、こんな感じでいいですか。これで今もう大丈夫ですか。はい、うん、あ、結構軽いです。かわいい。まあ、こうやってねいざ据えていただくと、うん、すごいなんだろうな、いろんなところが見えますし、はい、実際にこれからもねお店ではこういった機会をねお客様にも設けていきたいなと思っておりますので。はい、はい、かわいい。結構毛がふさふさしてて、はい、そのくちばし確かに鋭いんですけど、はい、色も綺麗で、そうなんですよ、なんかお顔ずっと見てられる感じですね。はい、かわいい。
すごいこの子は人慣れしてるので、はい、とてもおすすめではありますね。やっぱり最初からこんなに慣れてる子っていないんですよ。そうなんですね。なるべく当店では厳選して選ぶんですけども、はい、まあ、すごい人慣れもしてていい子です。はい、ありがとうございます。では、はい、最後にこの子たちを飼うにあたっての注意点をもう一度お願いします。はいはい、そうですね、こちらなんですけども、この子ね、やはり2本の足で基本的には立ってます。なのでこういったのね、リーシュが絡まって骨折しちゃったりとか、まあ、そういうアクシデントですよね。猛禽類ってアクシデント結構多いんですけども、まあ、そういったところをうまいことカバーしてもらってやっていければ長く一緒に暮らせるんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、では皆さんもさまざまな注意点に気をつけて大切に飼ってあげてください。それでは今回も小野寺さん、ありがとうございました。はい、はい、それでは本日のワンポイント、本日ご紹介するのはこちら、透明骨格標本ですね。今ね、当店でもこちらシリケンイモリですとかニードルガーとか、まあ、あとこちらエンゼルフィッシュともねいるんですけども、職人さんがね一つ一つ手作りされているので、とても価値ある一品に仕上がっております。でこちらですね、名前も入れることができるオーダーのボールペンになります。すごいね書き心地がいいんですよね。まあ、これからねクリスマスも控えておりますので、ぜひギフトとしても注目されている透明骨格標本になりますので、ぜひ一回見に来てみてはいかがでしょうか。以上本日のワンポイントでした。いかがでしたでしょうか。いや、猛禽類ってお家でも飼えるんですね。ここに来るとこういった珍しい動物たちも揃っていますので、皆さんもぜひ遊びに来てください。それでは次回もお楽しみに。